はい、こんにちは。今日はですね、ジャコメッティをテーマにしてるんですけれども、僕含めてレショップのスタッフと一緒に、各自一足アイテムをセレクトしてですね、それに合うパンツをそれぞれ3本持ってきていただきましょうということで、宿題を出しました。で、それぞれですね、皆さんのセレクトしたものについての思いだったりとか、コーディネートについてこういうふうに合わせましたみたいなことが聞ければなと思ってますので、早速やっていこうと思います。では今日この選んでもらったジャコメッティなんですけど、中村さん的にこの選んでもらったパンツ、どういった基準で選ばれましたか？今回持ってきたのがリーバイスの517とリーバイスの501のホワイトと、はい、イギリス軍のミリタリーパンツなんですけど、そもそもこのシューズを仕入れる段階でちょっと考えてたことが、こう手に取った人をがどうとでも取れるようなシューズを選ぼうと思って、これをもともと仕入れてました。あとアメリカ的な顔もフランス的な顔もイギリス的な顔も持てるようなイメージでちょっと仕入れていて、でちょっと今回合わせたものもリーバイスの517アメリカ的要素、リーバイスのホワイトデニムっていうちょっとフレンチ的な合わせ、イギリス軍との合わせ、ブリティッシュ的な合わせ、まあ、少しあとモード見えもするようにっていうのを考えて、うん、でちょっとバランスの違うもの同士でも組み合わせて履けるようにっていうのを仕入れてコーディネートしてみました。なるほど。横から見た時の表情が本当に美しかったですね。そうなんですよ。セクシーさもありつつ、うん、あとはこう少しフラット見えするところがある種ヘルムトラングみたいなモード感もあるような感覚で、はいはいはい、少しこう仕入れを考えてみたんですけど、うん、なんか確かにそのアメリカとイタリアとあとイギリスの要素、全部そのどのパンツにも合うというか、革靴ってだいたいカテゴライズされがちですけど、これに関してはなんか国が特定しにくいというか。そうなんですよね。もともとやっぱりジャコメッティっていうシューズブランド自体の魅力ってこう作家性がないというか、やっぱりどこの国のもの、誰が作ったものってあまりカテゴライズしにくいというか、いい意味で。だからそれにフューチャーして仕入れたアイテムなんですよね。で、あとはもともと僕が少し似ていたアメリカもののアルズアタイヤっていう過去にレショップで仕入れてた着火ブーツを持っていて、うん、でそれを見た瞬間にちょっとこのポインテッドのラインが少し似てるなっていうところから、ちょっとアメリカ的な要素を感じてスタートしたのがきっかけですね、はい、なるほど。着火ブーツってトライしにくいかなっていうイメージだったんですけど、履いてるのを見ると欲しくなりました。そう、着火ブーツってやっぱり若い人ってよくこの仕入れた時もよく聞いたんですけど、履いたことないとか、なんか僕ら世代だとやっぱり代表格クラークスのデザートブーツとかがあると思うんですけど、あれなんてもう80年代90年代ストリートの世代も含めて結構多種多様な着こなしがあるから、かなり密接というか、着火ブーツほど万能なシューズってないと思ってるんですけど、僕あんまり着火ブーツはさほど通ってこなかったのでめちゃくちゃ勉強になりました。あら、そうなんですね、はい、これよく何回も見かして自分のスタイルに落とし込んでみます。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ渡辺さん、こちらのジャコメッティのブーツなんですけれど、はい、これに合わせたパンツのセレクト、はい、どうしてあのラインナップになったのか、ぜひ意図を聞かせてください。はい、1本目は、かなりワイドなフレアのチノパンを合わせたんですけど、このシューズがちょっとこうエキゾチックレザーでヘビ革でしかもヌバックって結構要素がめちゃくちゃ詰まってる中で、ちょっとあれだけワイドのパンツ合わせてちょっとだけ見せたかったっていう、あ、チラリズム的な、ちょっとチラ見せしたいっていうのをまずとっさに思いついたのがまずそこで、それぐらいこれは結構そのスクエアトゥーの見え方とか、なんかああいうワイドパンツとも絶対合うだろうなっていうのはもう想像がついてたので、あとは色合わせとかもやっぱちょっと茶色のトーンで合わせてあげてっていうところを、こんだけ強いものを隠しても格好がつくっていう、やっぱこのシューズならではの合わせができたかなとは思いました。はい、あとは次2本目がデニム501の、リーバイスの501合わせたんですけど、あれもまあ
ちょっとこういう着火でワークっぽいものをそれがアメリカっぽく合わせたらどうなるんだろうっていう、あとはちょっとシルエットもちょっと今回バランス取ってみて、うん、ワイドちょっとイコーマリジみたいなちょっとストレート気味なものと最後もちょっとスラックスでストンと落ちるようなもの、うん、ちょっとそのパンツのバランスもちょっと考えながら3本選んでみて、うん、で501ぐらいすっきりしたものでもこの着火のここの部分の収まりとかがやっぱりすごくいいのでなんかすんなりハマったかなっていう、確かに、はい、で3本目はちょっとイギリスっぽいチェックパンツでスラックスで合わせて、うん、まあそれもちょっとギャップを作るようにこんだけ、うん、まあ、カジュアルに見えるけど、まあ、かなりクセモノですね、クセモノですけどやっぱああいう綺麗なパンツと合わせてあげてもやっぱりそのギャップが出て面白いなっていうところ、うん、あとは柄物もちょっと合わせてみたかったっていうのもあって、はいはい、まあエキゾチックレザーと柄物の合わせっていうのもちょっと挑戦してみたかった部分ですね。なんか一番最初のフレアのコーディネートは間違いないだろうなっていう印象だったんですけど、うん、はい、案外リーバイスの501すごく良かったですよね。なんか皆さん履いてるの見て評判良かったですよね。なんかあれぐらいスッキリもね、かなりなんかコーディネートも上白シャツとかで合わせたんで、なんかそれぐらい飛山がされてるとすんなりハマるのかなっていうのは、うん、やってみて気づいたところですかね。そうですね、はい、そのさっきワーク要素っていうキーワードがあったんですけど、うん、はい、どうしてもこういう形ってそれこそ、まあ、有名なレッドウィングだったりとか、はいはい、ワーク系のブーツたくさんあると思うんですけど、うん、そことはもう一線を画してるというか、そうですよね、あらゆる要素でなんかそこからちゃんと離れていってるというか、うん、まあ、スクエアの部分だったりレザーの選び方とか、まあ、こうマルモラーダのこうヒールの品とか、はいはい、なんかあらゆる要素でちゃんとブーツ、チャッカーブーツなんですけど、そこがバランス取れてるからこのシューズは圧倒的にかっこいいのかなと思いました、うん、なんかそれ逆にすごく合わせやすかったですね、うん、こんだけ靴が分かりやすいというか、うん、主張がしっかりあるんで、うん、なんか全然迷わずにパンツ選びました、ね、引き算が しやすいというか、しがいがあるそうですね、はい、あとは個人的にショーツに合わせてみてもあんまりこう冒険家っぽくならないというか、そうですね、うん、それ絶対かっこいいですね、ショーツ合わせはぜひやってみたいですね、はい、うん、ちょっと今回はなかったんですけど、ぜひ皆さんも想像して見ていただきたいところですね、うん、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこちらのジャコメッティを選んでいただいた石黒さんなんですけれども、はい、パンツ3本用意していただいたということで、今回はどういったイメージでしたか？なんか意外でしたね、これを選ぶっていう、はい、あ、本当ですか？はい、もう基本僕は結構白スニーカー、ローテクな白スニーカーが好きで、はいはい、まあ、できればその延長でこう靴を履きたいっていうのがあるので、なるほど、まあ、そのイメージですね、まあ、1本目がこの今履いてるパンツなんですけど、リーのワークパンツで、まあ、一つこの靴を選ぶ時の基準として、靴とパンツの色があんまりこう相反するのって全体難しくなってしまうので、うん、まあ、そういうところで、まあ、同系色、まあ、気なりの色ですかね、で、まあ、統一するのをまず一つテーマに決めました。結構毛足が長い表面なので、はいはい、確かに全然関係ないんですけど、ちょうどこのあほつれがカットオフしたほつれとなんか馴染むのかなっていうのと、うん、ちょっとポインテッドの部分と毛足の長さからくるこう少しカビな感じというか、うん、エレガントな部分を、まあ、リーのこのワークの男臭い部分とのなんかバランスが、うん、まあ、ちょうどよくて、同系色なんですけれども少し要素が2つ離れているのが混在しているっていうのが一つテーマとして1本目は考えました。なるほど。2本目が黒のパンツですかね。そうですね、はい、フレアのスラックスでしたね、はい、割と僕にしては珍しいパンツのチョイスなんですけれども、なんかこう先日のサンローランの YouTube 撮影もあって、はいはいはい、どちらかというとイメージ源はそっちから来てます。おなんかこうサンジェルマンスタイルとか、そうですね、いわゆる、まあ、昔 の, そのフレンチの時代ですかね、まあ、セリーヌ、エディス・リマンだったりサンローランであったり、まあ、ポインテッドの
レザーのシューズに、まあ、細いなんかエレガントなフレアのスラックスを合わせるっていうのはまあやっぱり通ってきてはないんですけれども、まあ、憧れはあって、でまあこの白スニーカー調の靴であれば、まあ、ポインテッドであってもやりすぎではないのかなって、自分のスタイルとそんなに遠くはないので挑戦しやすいチャンスかなと思って、そういう合わせをしてみました。はいはい。3本目。3本目が、オレショップで別注で作っていたザンスの別注、ワークパンツレースのザンスと合わせました。はい、というのも、まあ、あのパンツ結構いろんなスタッフ持っているんですけれども、まあ、ワークパンツの要素と、まあ、ベルナールザンスのトラウザーズの、うん、まあ、ドレスチックな要素の、まあ、どこをこう拾って合わせていくかっていうのがいつもまあテーマというか課題にあるパンツなんですけれども、うん、このシューズがベースがケッツ、あのスニーカーの、はい、ありますね、を意識してあの作らせていただいたものなので、なるほど、まあ、パイピングであったりハトメの部分であったり、うんうんうん、まあ、上から見るといかにもなそれなんですけれども、いや本当それ思いました、うん、ちょうどまさになので、まあ、その要素ですよね、うん、スニーカーと、まあ、ワークパンツ、スラックスとドレスシューズ、まあ、その相性と、まあ、逆にっていうギャップと、うん、まあ、そのちょうどどちらも拾える汎用性の高いアイテム同士の合わせで、割とがっちり、自分の中ではがっちりめな、うんうん、相性で合わせました、まあ、青と白のバランスっていうのもこう、まあ、これからの時期、うん、なんか爽やかで気持ちのいい色合わせですし、そうです、かといってなんかいやらしくないだらしなくもないバランスで合わせられたかなと思ってます。これが本当にケッツの白スニーカーになってくると清々しいスタイリングになるけども、このジャコメッティのシューズになることで大人っぽさも入ってきたりとか、そうですね、あとは、うん、キザという言葉が合ってるか分かんないですけど、はい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 、その格好をつけるっていう、格好つけるじゃなくて漢字で格好をつけるみたいな、うんうん、見栄えになってすごいいいかなって僕は見てて思ってました。ちょっとどちらかというと落ち着いたイメージのなんか格好のつけ方というか、うん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 、かといって恥ずかしくないだらしなくない、ね、なんていうんですかね、なんかどっちにも寄りすぎない合わせかなと思ってます。その白スニーカーの延長で履ける革靴って実は探してみると多くはないんで、まあ、そうですよね、うん、白のこう表側のレザーシューズとかもまあなくはないですけど、はい、それこそキザな印象がやっぱり強いですし、はい、割と本当にどっちにも行きやすいバランスのいいシューズかなと、うん、なんかこう守備範囲の広いジャコメッティならではな、なんか着地というか、ちょうどいい塩梅かなと思いますね。ただただかっこよかったです。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後は僕です。選んだシューズはこちらのスリングバックっていう、この後ろがバックルになっているタイプの革靴といったらいいんでしょうか、スリッポンというか、まあ、最近僕が選ぶ洋服のポイントとして、昔よりもちょっとこうタイトめなものを選ぶようにしてるんですけども、で今回選んだパンツに関してはそのセブンティーズのエッセンスを感じるようなものが比較的まあ多かったかなっていう。でまず1本目で選んだのが、僕がよく履いているラルフローレンのポロチノを持ってきて、でソックスで遊んでみたんですけれども、まあ、なんといってもこのシューズの特徴が真正面で見た時と、あとはこの側面で見た時と後ろで見た時、全然その違った表情を見せてくれるので、それが面白いなと思っていて、今回はちょっと太めなスタンダードのオーセンティックなものにこういった変化球って言ったらいいんですかね、ちょっと目を引くようなものを合わせてみました。で見る角度によっては、ちょっと色物の今回は夏らしいというか爽やかなソックスを合わせてみたんですけれども、季節感をそこで演出してみました。で2本目はまたアメリカ系のパンツなんですけれども、少しフレアで丈も少し短めのものをチョイスしてみました。で黒と黒で合わせてソックスもまた色物を選んで、どうしてもやっぱこれは
ここに見せどころがあるかなと思っているので、同じようにカラーのソックス、今回は黄色でコントラストがより出るようにしています。でフレアっていうところで、なんて言うんでしょう、少し僕が最近よく気に入ってるような70年代っぽいテイストと、この少し側長が長めで、まあ、かっこいいフォルムというか、カジュアルとはまた少し違った見え感のものを、どう料理しようかなと思った結果、あのパンツになりました。で最後は、本当にもう結構ドレスっぽい感じの、ハズマンズのスラックスを合わせてるんですけれども、これに関してはレングスがもう長くて、シューズを合わせても少しクッションが出るようなくらいレングスが長い仕様になっていたので、このパンツに関してはあえて、まあ、素足でサンダル感覚で、ちょっとちらっと見えた時にその素肌感を見せて、まあ、夏っぽくと言ったらいいんですかね、そんな感じで合わせてみました。なんかこういった形のシューズってなかなかこう他のブランドでも、まあ、サボに近いようなものはあると思うんですけれど、このバックルがつくことと、あとはサボとはまた少し違うこういう細めなフォルムになってるんで、あんまりこう可愛くならないというか、そこが気に入ってこれを選ばさせてもらいました。